さあいよいよミスターガンノスケ、本当に負けたら引退してしまうという崖っぷちの状況で、そして体も満身創痍の状況で、この最高黒田哲弘と相対するその瞬間が近づいてまいりました。さあ黒田としてはハヤブサ亡き後のこの FMW はおそらくエース、その筆頭といっても現状では過言ではないでしょう。さらにはガンノスケを引退に追い込むことは名実ともに FMW を制圧すると、そういった結果が舞い込んでくるわけであります。この黒田哲弘、杉谷さん、はいはい、本当にガンノスケをですね、この黒田が葬るようなことがあれば、もうこれは黒田の時代が FMW に来ると高々と宣言してもこれいいですよね。まあそうですけどね、ただガンノスケがメシメシ負けてね、多分ガンノスケの今のムードからして負けたら引退ってのはこれは冗談じゃないと思うんでね。そうですよね、そんなんなしよっていうのとはね、違う雰囲気ですよ。まあ何度も何度も引退と言いながらですね、嘘よっていうパターンはよくありますけれども、どうやら今回はそうでもなさそうだという。だからまあガンノスケにとってこうでもしないと FMW のマットに上げてもらえなかったということですから、はい、FMW のマットに上がれないんであれば引退するも一緒だと。まあもう永久禁放された時点で、なんていうんですか、もう自分の腹は決まってたのかもしれないですね。なるほどね。まあそれにしてもその去就の気になるガンノスケですが、まあ何にしてもこの黒田哲弘に対してきっちりとスリーカウントを奪っていけば、またこの FMW のマットでガンちゃんの弾けるファイトがファンの前で見せられるというわけであります。決して今リングに入ったガンノスケ、今日はいつになくシビアな表情であります。だからまあガンノスケは当然負けられませんけど、さっき斉藤さんも言いましたよね、はい、黒田もこのエース争いっていうのがこの前ありますからね、はい、ここでやっぱりおっと、いきなりそのガンノスケに対してラリアット。だって見てくださいよ、黒田はやる気ですよ。黒田は今日は髪のなんか、油ってディップも決まってますよ、ね、ちょっとまたさらにブロンドに染めましたか、ね、いやね、型もバッチリ決まってますしね、男前になってますよ、黒田はやっぱりこれ完全に今狙ってるでしょうかね。さあ場外で DDT だ、お客さん手負いの振動、ガンノスケに対して、あ、黒田いきなり、あれあれちょっと黒田どあれちょっと違う、どこまで行っちゃうのこれ、あれあ、この花道を使ってラリアットをするのかと思ったら、あ、ぐるっと回ってる、逆側から行ったんだけれども、でもね、ガンノスケはやっぱり読んでましたよ。そんな時間かけたらいくらなんでもね、戻ってました、ね、まあ黒田が走り損とこういう格好になりました。黒田今スタミナかなり消耗してますからね、100m ぐらい走ったんじゃないですか。100以上ありますよ、これ、見てくださいよ、さあ200ぐらいありましたね、今ね、張り手合戦、張り手合戦。まあね、大方のファンの予想ではガンノスケが勝ちだわ。それはやっぱり体調がね、うん、万全な調子できてますから今ガンノスケ、うんうん、まあもちろんね、それでほんで冬木さんはそれをね、マイナスだって考えてましたよね、レスラーはリングに上がってなんぼだと、はい、ただやっぱガンノスケの場合はこれ調子がいいとこ持ってきて、このなんていうんですか、負けたら上がれなくなるんですから、どこの団体のマットにも。まあ FMW を愛してやまないガンノスケだ、ね、FMW がダメだったらよその団体、よその団体がダメだったら ね、日本国外っていうのはいろいろありますけど、はい、ガンノスケそれ一切ないって言ってますから、うん、日本マットがダメだったら国外ならいいだろうっていうのに過去にもありました、いろんな団体で、はいはい、でもそういうのもないんですから。まあファンとしてはどうですかね、複雑という心境かもしれませんけれども、まあもちろん
黒田を応援する気持ちもあるし、一方で雁之助に本当に引退してしまうのかというそういった思いもあるし、だからこれはね、お客さんものすごい見てる人難しい試合ですよ。雁之助も応援したいけど、一体にね、これ黒田応援できない状況になりますよね。黒田がこの雁之助の息の根を止めるレスラー人生のとどめを刺すという、で黒田だって複雑なんですよ。だからそれはまあ黒田はおそらくそのあたりは相当まあ振り切ってと言いましょうか、割り切って、うん、だからあれだけ望んでいるとは思いますけれども、ね、あれだけ乱入されてね、はい、あれだけ邪魔されて、あれだけ目の敵にされたら、うん、それはもう恨みもあるんだけど、それは僕も言いましたけどね、同じプロレスラーという職業をする者同士のね、複雑な気持ちがどっかにあったらね、まあでも火まで吹かれましたからね、まあそういう意味では怒りもうこれはね今日ピークに達するというようなね、おっとなんと雁之助ラリアット封じの腕殺し、うわー、ただね斉藤さん、さあフェイントためましたね、ためにためたエルボー雁之助、ただね斉藤さん、はい、負けたらやめるんでプロレスやめたくないから頑張るっていうのと、はい、エースを狙っていくっていうね、うん、パワーだと僕は、まあ、これこんなこと言ったら申し訳ないけど、もう中立がね僕の立場なんですけど、はい、ひょっとしたらそのいつも違いますからね、あのプラスのねエースを狙ってっていうか、あのひょっとしたらあの体が楽に動いて有利なんじゃないですか、ね、いや私は崖っぷちカビジバのバカ力的なものの方がですね、うん、上回るような気がするんですけれどもね、矢が王にも負けられない、ね、でもどうしても体が硬くなっちゃうでしょう、そうでもないですか、ね、まあでも雁之助数々修羅場、まあね、おっと百戦錬磨ですからね、流血してますね、硬くなるってことはないでしょうけど、わーっとでほら黒田はね負けてもあんまり損しないんですよこの試合、いやでもエース争いかなりそれはあるビハインドですよね、それはあるけど、現実的なものとして失う、もちろん背負ってるものはね、これはもう雁之助引退という二文字ですから、これは比べ物にならないですから、ね、その分黒田は気が楽なんじゃないですか、ね、ああまあそういった意味でのびのびと自分の力を発揮できるという意味、まあ、雁之助がだからかわいそうっちゃかわいそうですよ、そうまでしないと今日の試合すら成立しなかったんですから、いやでもねギリギリの精神力ってのはどうでしょう、それが逆に黒田にとっては気の緩みと言いましょうかね、ちらっとでも負けてもいいんだなんていう気持ちがですねレスラーの場合試合中よぎったものならそれはもう負けでしょう、あのそれで終わりだっていうふうにこれはあの過去の名レスラーもみんなおっしゃってますね、そういう意味ではあのどんなに逆境になるとも雁之助はそういう気持ちにならないですよね、この試合はそれを思った時点で負けるんだっていうのはよく言うことですよね、これね、まあ、この試合が終盤ですね、おそらくそういったもうギリギリの状態、すごい流血ですよ、剣神峰同士の戦い、はい、ね、斉藤さん、鬼神道っていうけど本当これ見てください、これ地獄絵図みたいな、あすごい流血になりました、おびただしい血が今鮮血が雁之助そしての顔面、そして金髪を覆うというね、いやいやいやショッキングな映像が今画面を捉えました、あー本当にこれはひどい、強撃の熊取りみたいな格好になりました、あれは顔面、さあなんとか足音のジューラーに返していった、黒田はねタップするわけにいかないですよ、ああ神道だまさに、どうですかこの表情、やはり引き迫るもの、崖っぷちのね精神力っていうかね、黒田選手も大好きですけど、僕雁之助選手 も大好きですからね、はい、斉藤さんも あれでしょう、車あれだけみんなにもうご転廃されたらもう忘れたでしょ前回のことは、まあ、あの雁之助がね今日のあの古典版ぶりを見ますとですね、雁之助けがの肥やし方はまだ良心的だったというふうに、ね、逆に思いましたけどね、これほんとね、どっちもみんな大好きな選手なんだよな、うわものすごいラリアット、だからほんと雁之助には残って、まあ、さあ長州張り、長州張りの、お長州と同じ、長州と同じ格好で同じ掛け声でこのスコーピオンデスロックサソリ固めがっちりリング中央入った、あーこれ深く入ってますよ、黒田としてはかなり厳しい角度で
ガッチリとスコーピオ。黒田はまさに俺の体がサソリのようにしなっていく。黒田は明日明後日来年のことあるからタップできませんよ。それはね、もう何度も言いますけども負けられないですよね、うん、2人とも負けられない、おそらくだからギブアップってないでしょ。制限時間はあるんでしたっけ。 60分一本勝負ですね。はい、おお、今度は新崎人生バリー、あの悪のね、悪のお遍路、ブラックお遍路時代に磨いたという念仏パワーボムを今狙わんというガンノスケ。何かあのガンノスケ、ミスターガンノスケ、プロレスラーの集大成、そういったものをこの黒田戦に 120% ぶつけていこうなんていう被害があるのかもしれません。引退がかかっているこのミスターガンノスケ。なんかガンノスケってね、あの本当プロレス上手じゃないですか、はい、技もうまいし、この粘っこいしね、はい、まあ、芸術品ですよ ね、 あのガンノスケクラッチなんかね、そ う、 そういうのが、ね、こういう大一番になってね、本当に発揮されるのは今日かもしれませんね、うん、なるほど。ただやっぱうわー、これも最後の最後の ねエンターテイメントも忘れません。あれ、しかしながらこのアピールがあだになった。さあ逆に本家、あ、てっちゃんカッター、ちょっと違いますよ。気がつけばてっちゃんカッターの格好になっている。あれ、あ、ちょっと、あ、なんとお客さんのご唱和をしている間にガンちゃん勝った。ディスイズ合戦。ああ、てっちゃん勝った。なんとガンちゃん勝ったも見たかったですけどね。ああ、あの金具の方で行きましたね、ロープの方ではなくて。ガンの大丈夫ですかね。ディスイズザてっちゃんなのかガンちゃんなのか、てっちゃんが勝利、本家本元が勝利というシーンでした。あのガンノスケのね、普段のね、あ、おお、マンハッタン、この辺りのラリアット。いや、やはり追いつ追われつ、返し返されの攻防、見応えあります、ガンノスケ大黒田。もうやっぱりね、ガンノスケのね、普段の優しいね、はい、素の、ね、メガネの中から見える瞳がね、はい、本当、プロレスの世界からなくなってしまうかと思うと、それはいけませんよ、やっぱり、ね、頑張らないと、ガンノスケはここで。さあ、そんなね、杉田さん、センチメンタリズムに浸ってる場合じゃないですよ。これ現実が今、現実が今ね、間もなく消しようとしてるわけですよ。なんかでも逃避したいぐらいの気持ちですよ、ほんとね。さあ、またしてもスタンピングを促す手拍子が今場内を包んでいく。おっと、脇固め、しかし黒田も耐える。おー、ガンノスケクラッチ、まさにこれぞプロレスの芸術。これすごい、やっぱり本当にこれは芸術品です。もう人間国宝をあげたいですね。私、いや、僕があの森総理だったらあげますね。あげますね、勲章あげてもいいでしょう。うわーっと、おー、ちょっと待って、危ない危ない危ない。おー、ダブルカウント、ダブルカウント。黒田追い込まれましたけどね。ただ黒田もこれ今レスラーとしてのね、どれぐらい大きくなれるかっていうのはこの視点かかってますね。かかってますよね、はい、黒田も確かに試金石と言いましょうかね、うん、これだけの大観衆の見守る中、ね、ここでやっぱりね、はい、ガンノスケに負けたらね、そこまでしかいけないレスラーってのはよく言いますけど、はい、その人になってしまいますよ。うわー、投げっぱなしハイアングル、よくいるでしょ、いいレスラーなんだけどそこまでしかいかないレスラー、はい、終わった。カウント 2.9、 追い込まれた黒田、ね、セミファイナルとかではすごくいい試合するんだけど前線マンね、そこまでで終わってしまうレスラー、はい、過去にもう世界にも日本にもさらたくさんいますよ。でしてね、上手い選手とかってのはなりがちなんですけれども、おっと、ああ、ガッチスケクラッチ、見事足のフックがやや外れたか。もうでもね、限りなくスリーカウントに近い今のはすっごい。ガンノスケもう決まりますね、これ。ああ、ちょっと待って、なんだなんだ、え、あれ、これ抱えなんですか、なんですか、ね、さあ、フェースクラッシャーでしょうかね、抱え込んでの、ね、さあ、そして左手で、うわー、ものすごいラリアット、お、ワンで返した、ワンで返しました、ワンで、キシンとかしたか、金髪の赤身、おー、ガンノスケのやはり土壇場の、土壇場の、まさに幻のパワーが今炸裂するのか。おお、ワンで返しました、ワンで返しましたよ、ガンノスケ。これもう、いや、
プロレス先の味に行かないでしょ。行かないですよ。俺もうちょっとね、前見れなくなってきました。ああ、やめるわけにいかないだろこれね。それでもまだ黒だ。非常なまでもその左腕を振りかざしていくのか、ガンノスケに対して負けた。大スペシャルガンノスケ負けたら1投ワンツー、1点5ぐらい。今黒田が上げたのか、ツー黒田が自分で上げたようにも見えましたけどね。甘くしましたね、ホールを。今の何ですか、今の技。ブレンバスターじゃないですか、前に落としました。前に落としました。ああ、ちょっと死にたいになっているガンノスケ。ガンノスケ、ガンノスケ。ガンノスケ敗れる。悲鳴とも、悲鳴とも歓声とも取れる今、複雑な空気が今横浜文化体育館を包んでいる。 FMW ファン、一体どうすればいいんだ。喜べばいいのか、悲しめばいいのか。もう今本部席に駆けつけている記者の皆さんも怖いのか。負けたら即引退スペシャル、ミスターガンノスケ敗れる。もうデイリーの宮本さんなんかも顔色が変わってます。スリーカウント、有無を言わさぬスリーカウント。黒田哲弘マイク入ってないヘナチョコ。俺この最高さの舐めんなよな。どうですかお客さん。これは複雑じゃないですかお客さんも。ちょっと注目。ただいまからミスターガンノスケ引退転校を行います。めんどくさいね。ざまだからだから落としちゃうからだから。今日もみんなのためにやってやるから。黒田の怒りが今頂点に。ガンノスケに引退という二文字をつけつけて今ガンノスケが泣いてますよ。佐藤さん、血が目に入ったんじゃないか。泣いてるね。ガンノスケが泣いてますね。ミスターガンノスケのこんな表情、プロレスに、このプロレス界に入ってからのミスターガンノスケの表情、こんな表情を見たのは初めてです。本当に引退してしまうのか、本当に去ってしまうのか、まだ信じられない。お客さんもおそらく信じていない、信じたくない、そういう状況だ。黒田の怒りの10カウントゴングが実に複雑に FMW ファンの心を、その心に響いていく。斉藤さん見てください、本当に号泣してますよ。ちょっとガンノスケのこんな号泣する姿、ちょっと見ていられません。あまりにも勝負の、あまりもあまりにも勝負の世界が、これは非常すぎます。ありがとう。すいません、ありがとう。マイクを持ったガンノスケの力ないありがとうという言葉、引退を覚悟した、引退という二文字、その現実を目の当たりにした男の最後の最後の応援なのか。ありがとう。若手に今肩を担がれて、ガンノスケゆっくりと控え室へと、そしてリングの、このプロレス会場の外へとゆっくりと歩いていく。本当に